どうも占い師のゲッタツです。アシスタントの奥万です。さあ本日は東京都、あ東京都ですね。20代後半女性、ごま団子さん。中華のね。ああ。なんかあんの入ってます、ね。ああります、ね、あれ美味しい。あれ美味しいんだよね。自転車でふーっと行ってちょっと1個だけ買ってみたりとかね。うん、そうあれ美味しい意外と。あったかくてね。そうそう。あったかくて美味しいんですよ。ごま団子なんでごま団子なんで。あタイトルがありますね。結婚相手と今後うまくいくためのコツっていう。あなんでしょう。はい。私がゲッターズ飯田さんの大ファンで、ありがとうございます。2年前の中野のビール大学に行き、帰り道に告白された彼氏とこの度19年4月25日に入籍をします。あ、おめでとうございます。じゃあもう入籍した後ですね。ほらおめでとうございます。そうだとね。あらおめでとうございます。彼と一緒にいると自分らしくいられることに魅力を感じ結婚を決意しました、はい、そんな彼と末永く一緒にいられるようにと今後うまくいくためのコツやヒントをぜひ教えてください。はい、します。あらおめでとうございます。すごいおめでとうございます。ビール大学でお会いしたことあるのかな。どうなんですかね。もしよかったら来ていただければ、すごいですね。オーナーの意見ですもんね今よかったら来ていただき、ね、俺の店でもないから、ね、でもいますからね。それでお二人を、占いまして、まず相性の方から、お伝えしますけども、非常に相性いいです、結婚する相性を持ってますので、問題なく、大丈夫だと思います。ただ、彼の方が、真面目、理屈っぽいところ、ちょっと頑固なところがあるので、こうと決めたら曲げないっていうところがちょっと強いので、彼独自のルールの中で生きているので、それを邪魔しなければ大丈夫と思います。うん、彼ね、構ってほしいけど構われすぎたらダメなの。構ってほしいけど束縛嫌いなの。難しい。その距離感が大事です。はい、で、ごま団子さんは、優しいところと、気さくで楽なところありますけども、たまに口が悪くなるの。うん、一言多いところ、ちょっと年々ちょっと反発心が強くなるんで、でもこれはみたいなことを言いやすいところがあるので、そこだけ、言い過ぎないように気をつけてください。お互いもともと真面目でちゃんと結婚を考えるという部分でしっかりされているお二人ですし、先ほど言った相性も非常にいいので、あれだ、ごま団子さんお腹空いた時にめっちゃ機嫌悪くなるんです。喋んなきゃ。いやごま団子食べてください。ごま団子それこそ。でごま団子食べてから旦那と話すよ。ラッキーフードなのかな。旦那さんのラッキーフードはカレーライスなんですけど、あ旦那さんはカレーライス、子供っぽい食べ物好きだと思いますけども、はい、じゃあごま団子さんはお腹空いたらごま団子ようにして仲良くやって、結婚したタイミングがめちゃくちゃいいので、ごま団子さんの今年来年絶好調にといいので、早かったら来年も今年の末から来年妊娠するぐらいいい流れになると思いますので、楽しくやってください。お幸せに、はい、以上ゲッターズでした。奥万でした。